この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。激辛スターチャンネル、いかがお過ごしでしょうか。麻生祐希です。せんちゃんこと松井せんです。はい、今週も愛知県三好市三好町のカラオケのんちゃんにお邪魔いたしました。はい、ね、ママさん、お隣のママさんのんちゃんです。はい、のんちゃんです。はい、こちらのお店のお客様ってどういう方多いですか。そうですね、歌をね習ってらっしゃる方が非常に多くって、うん、上手な方が大変来ていただきまして、知立とか刈谷とか名古屋からも、うん、遠くからも来ていただいております。ね、そうなんですよね、うん、カラオケの歌の上手い人ね、はい、特にね、はいはい、遠くからでもなんかこう情報を得て、はい、飛んでくるんですよ。そうなんですね、それはすごい。どっから聞いてくるのか、ね、お近くの方ばかりじゃないってことなんですね。遠くから見えるのね、うん、これをなんか機会にどんどん広まってほしいですね。本当ですね、よろしくお願いします。うん、はい、今週ものんちゃんからお送りいたします。どうぞお楽しみに。じいちゃん、いつものとこ行こう。うん、一緒にゲーム、一緒にご飯、一緒に天然温泉、また来ような。うん、天然温泉ゆうゆうかいかん。構造材の強度が一番重要です。いい材料を十分に使ってしっかりと施工しなければダメなんです。私が責任を持って地震に強い頑丈な家をお作りします。はい、今日最初のゲストは通天閣の歌姫加納玲子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、でも衣装も本当にね、あれあれになりましたけれども、もうどこまで行くのかしらって自分でもなんか頭に乗っけてないといけないし、でも今回こう予防しで、加納さんのその衣装の変わり映えを見ていると今売れているガガさんを思い出しますね。嬉しい。実は今回ね6人の、はい、女性が、京都の女性の方々が、はい、匠の技を結集して作ってくださってるんですよ。はい、目指してるのは、はい、ガガさん。あ、そうなんですね。だから加納さん、はい、どんどん過激になっていきますよっておっしゃってるんで、ね、私どんな格好になるのかしらって楽しみにしてるんです。ガガさんもやっぱり中途半端じゃなくって、あそこまでやったからこそ今のガガさんがいらっしゃいますからね。そうなんです、ね、だから私どこまでついていけるかしらって感じなんですけど、またお衣装の方も、はい、そして歌の方も皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、千夜も万夜も越えてゆけたら
してもあなたが好きよ。はい、ゲストは藤ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか藤さん雰囲気変わりました、はい、前髪を下ろしました。可愛いでしょそうですあの先に言わないでくださいよご自分から言われるのもね。でも本当にあの藤さんはこんな感じがね、はい、とても可愛いです。ありがとうございます。ところで7月の27日に新曲が出ましたよね、はい、出ました。3曲入りの、はいね、はい、このあのひろみの元気花というのなんですが、はい、どういう作品ですか。そうですね、うん、もう皆さんに元気を与えるというね、はい、もうこの日本ね、はい、ですよね。もう元気、もう元気いっぱいの、うん、歌でございます。まさりのよう切符のよさと根性で男にゃ負けぬとこの血が騒ぐ。ほらほらそこ行くあげる。はい、ゲストは麻生恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。麻生さん、この間は北海道に行ってらっしゃったとか。はい、はい、行ってまいりました、うん、北海道はですね、はい、函館しか私行ったことなかったんですけれども、今回は、函館から、うん、名寄というところ、はい、名前の名に寄るという字を書くんですけど、はい、名寄というところなんですけど、はい、9時間かかりました。もちろん車です。函館から、はい、周りは緑がいっぱいでですね、はい、そしてまっすぐなので、はい、結構運転は目の方は楽だったんですけど、はい、やはり長時間座ってるということで、ちょっと大変でしたけど、暖かく迎えていただきましたので疲れも取れました。忘れの
ことができなくて、ここは越前日本一人目のああ女の乱れ髪、松井線のお友達コーナーです。今日はあの女好きでおなじみの天城実さん。はい、どうもよろしくお願いいたします、はい、先週は気流しだったでしょう。はい、ね、だと思って用意したんですが、あ、何をですか、はい、いい、はい、実る、ね、天城節電でね、はい、うちはすごく売れてるのよ。ありがとうございます、ね、大事にします。はい、これ小原の和紙だと思いますけどもね、今すごい売れ行きなんですね。これ天城実って名前どうやってつけたか分かりますか。どうやってつけたんです。みんなん大人がね働いたらね、うん、はい、天に一国の主を、はい、城を持って、ね、でもこの世界は皆様の力で実らせてくださいって、こういうふうにつけたんです。すごい偉大な名前なんですね、はい、そんな意味があったんですか。だから女性の女好きですから、女好きとどうつながりがあるのかちょっと分かりませんけど、分かりませんけど、そういうふうに名前つけたんです、ね、そうでございます、はい、その偉大な名前を持つ天城実さん、はい、今日は歌っていただく歌が女好きです。はい、女好き。好き